選挙ステーションはテレビ朝日で1986年7月6日から生放送されている選挙特別番組である。同局の平日夜のニュース番組であるニュースステーション、報道ステーションの特別番組という形態をとっている。略称名は選ステ。第1回目は衆参同日選挙により開票作業が投票日翌日に行われたため開票日の放送となったが、他系列が午前8時から特番を組む中、一足早く午前7時から断続的にその日のニュースステーションまで放送した。ニュースステーションのキャスターを務めた久米宏が中心となって放送し、タイトルは久米宏の選挙ステーションとなるなど、ニュースステーションの派生番組の色が濃く、オープニング CG もニュースステーションでの地球を立方体にしたものが使われた。以後は放送開始時間は投票終了時間とほぼ同じで、かつてはクロスネット局だった山形放送、テレビ信州、テレビ熊本でも放送していた。2004年7月11日の第20回参議院議員通常選挙時からは、地上波デジタル放送にて放送を開始した地域から、順次連動データ放送を実施している。2005年版は選挙投開票日の19時57分から、翌日未明の3時まで7時間3分制放送。2009年から、これまで出口調査や開票情報を共同取材していた朝日新聞社との協力関係をアピール。番組の前提となる基本データを共有し、新聞、テレビ、インターネットで一体的に展開するというもの。番組宣伝では、報道ステーションと朝日新聞が総力を結集とアナウンスしたほか、両社の特設サイトは朝日新聞グループのコラボレーションであることを明確にした。放送時間は19時56分から翌3時30分。2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙時の放送時間は19時57分から翌日未明の3時30分となったが、2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙及び2012年東京都知事選挙時の放送時間は19時56分から翌日未明の3時30分に復す。同時にリアルタイム字幕放送も行われることになった。2013年7月21日の第23回参議院議員通常選挙時の放送時間は19時57分から翌0時5分。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙時は当番組の前に放送されたフィギュアスケートグランプリシリーズファイナルの結果を挟みながら開票状況を伝えた。放送時間は19時59分から23時30分。2016年7月10日の第24回参議院議員通常選挙時の放送時間は19時57分から翌0時10分。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙時の放送時間は19時58分から翌2時。なお、テレビ朝日が投票日当日に行った出口調査をもとに、投票締め切りの午後8時に発表した各党の議席予想が、実際の各党の獲得議席とは大きく外れるというハプニングも後に起きてしまった。2000年6月25日放送から、選挙ステーション2000という風に西暦がタイトルに付け加えられるようになった。さらに、ロゴ上ではこれまでタイトルのステーションの部分がカタカナ表記であったのが、久米交番時の選挙ステーション2003からステーションという英語表記へ変更となっている。これはベースとなる番組ニュースステーションの後期と報道ステーションのロゴが英字表記のため、それに倣っている。また、新聞テレビ欄での表記は文字制限の関係上カタカナのままで、西暦はスペースの都合である場合とない場合がある。第1部の出演者は原則として、ニュースステーション、報道ステーションの出演者を中心に起用している。報道ステーションの開始以降は、サブキャスターが、報道ステーションのサブキャスターだったり、それ以外の同局の報道、情報番組の女性キャスター、女性司会者が務めるなど、会によって異なっている。第2部については2012年まで、朝まで、生テレビの出演者が起用されたが、2017年のみ復活。抜本的なリニューアルに伴い、2013年以降は、主に、報道ステーションの出演者が起用されている。なお、2012年まで、第2部で、討論の司会を務めた、田原総一郎は、第1部のオープニングや政党幹部らへのインタビューにも、登場することがあった。ニュースステーション時代は、久米宏と小宮悦子の二人体制で放送していた。1998年7月12日の第18回参議院議員通常選挙からは、渡辺真理が開票速報担当として、キャスターに加わった。なお、小宮は、同年10月からの、スーパー J チャンネルの全曜日担当に伴い同番組を降板したが、本番組は続投し、引き続き久米の小宮、渡辺の共演が実現することになった。2004年3月26日のニュースステーション終了により、久米が選挙ステーション2003をもって降板。選挙ステーション2004から報道ステーション初代メインキャスターの古舘一郎に交代したが、2016年3月31日で、報道ステーションを降板により、古舘が、選挙ステーション2014をもって降板。選挙ステーション2016から、選挙ステーション2019までは、同局のアナウンサーで、報道ステーション2代目メインキャスターの富川悠太が、本番組のメインキャスターを務めた。同じく、ニュースステーションの終了により、渡辺真理が、選挙ステーション2003をもって降板。長年サブキャスターとして出演してきた小宮も選挙ステーション2005をもって降板した。選挙ステーション2007では当時の同局アナウンサーで報道ステーション初代サブキャスターの河野明子がサブキャスターを務め、選挙ステーション2009と選挙ステーション2010ではスーパーモーニングの司会者赤江珠緒がサブキャスターを務めた。選挙ステーション2012からは、当時の同局アナウンサーで、報道ステーション3代目サブキャスターの小川彩佳が、サブキャスターを務めたが、2018年9月28日で、報道ステーションを降板により、小川彩佳が、選挙ステーション2017をもって降板。選挙ステーション2019では、2019年10月に、報道ステーションの、メインキャスターに就任した徳永由美がサブキャスターを務め、報道ステーション金曜日担当のキャスターもその陣に加わった。2017年10月22日の選挙ステーション2017では、同年4月22日23日より開始したサタデーステーション、サンデーステーションのメインキャスターである高島彩と長野智子も第1部キャスターに加わった。また、第2部の討論コーナーが5年ぶりに復活し、19時57分から翌4時までの8時間3分制放送された。長野は、選挙ステーション2003から選挙ステーション2010までは、第2部の司会を務めていたが、第1部に参加するのは、これが初めてだった。2021年10月31日の選挙ステーション2021では、同月4日に、報道ステーション金曜以外のメインキャスターに就任した大越健介と平日昼の情報番組大下容子ワイドスクランブルのメイン MC 大下容子が第1部メインキャスターを担当した。同年3月に報道ステーションのレギュラーコメンテーターを降板した後藤健二も23時台から登場し、上座のコメンテーター席に座って解説を務めた。第1部は、北海道、東京、愛知、大阪、沖縄の各局女子アナリレーによる各地の投票率予測に始まり、投票終了と同時に発表される出口調査による議席予測、開票速報、注目選挙区状況と選挙ドキュメント、比例、各選挙区の当選確実情報、当選者の喜びの声、タレント議員の当落、各党種、各党の情勢、ベテラン議員と激論バトル、などを安各局と中継をつなぎ、総力で送る。第2部は、2012年までは、朝まで、生テレビのフォーマットに基づく田原総一郎司会の討論コーナーを放送した。どうする、どうなる日本の政治との討論テーマの下、与野党の幹部らが意見を戦わせるのが恒例だった。2013年以降は、田原司会の討論コーナーが、2017年のみ、復活。口述の編成上の都合で見送る回数が多く、回によっては開票速報やパネルディスカッションを編成している。第2部終了後は、報道局ニュースルームから最新の開票状況や選挙関連以外の一般ニュースとスポーツニュース、天気予報を伝える。放送日が全英オープンゴルフ最終日と重なった場合は、23時か24時に一旦中断し、競技終了後再開される。ただし、2013年は全英オープンゴルフに加え、世界水泳も中継することから、7月22日0時5分で、当番組を終了させた後すぐに、ゴルフ中継及び世界水泳を放送したため、第2部の討論コーナーは放送されなかった。2014年も、フィギュアスケートグランプリファイナルエキシビションの放送が重なり、やはり第2部の討論コーナーは放送されなかったほか、他局と異なり放送中にフィギュアスケートの模様と大雪関連のニュースを随時放送した。放送時間も23時30分までの短縮となるが、翌日1時30分から再び開票速報を放送し補完した。2016年も第2部の討論コーナーは放送されていない。2001年は2001年世界水泳選手権大会最終日だったため、19時58分から20時10分まで選挙ステーション2001を放送、20時10分から再び世界水泳21時に選挙ステーション2001を放送、23時30分に第1部が終了後、23時30分24時は世界水泳ダイジェストを放送して、7月30日0時2時に第2部の討論コーナーを放送。第2部終了後、速報。甲子園への道を挟んで2時20分2時50分に、アンニュースとして、最新の開票状況や選挙以外のニューススポーツ、天気予報を放送した。2007年は AFC アジアカップ2007で、日本代表が、決勝に進出した場合のみ、21時22分で、一旦中断され、試合終了後再開される予定だったが、日本が準決勝で、サウジアラビアに敗れたためなくなり、通常の放送となった。また、2001年以降サイマル放送を行っていた、BS 朝日では、それが行われず、代わりに7月30日の0時10分まで、ニュース、アクセス参議院選速報として放送された。2019年は、2019年世界水泳選手権大会初日と第148回全英オープンゴルフ最終日のため、19時58分から20時20分まで、選挙ステーション2019、20時20分から世界水泳、21時58分から23時まで、再び、選挙ステーション2019、23時から翌2時55分までは、全英オープンを放送したため、選挙ステーションは、実質1時間30分程度のみの放送となった。久米や古舘の、各時期のスタイルなどもあり、固い選挙特番の中でも所々で、久米の、古舘流のそれぞれの個性をそのまま演出としていた。1998年参院選の際は、番組冒頭での各地の投票状況中継リポーターが全員女性だったため、久米がぶっちゃけた話、3人目が好みですと3カ所目の大阪を担当した ABC アナウンサー関根智美を好きなタイプとして挙げた。古舘が初めて参加した2004年参院選の際は、元同僚、小宮との古巣での久々の共演となったため、冒頭のトークにて、いやー、なんか変な感じですよね。テレビ朝日の究極社のアナウンス部、本当に懐かしい限りですよねと、局アナウンサー時代の思い出を述べた。対する小宮も、そうですよねー。懐かしいですと相槌を打った。2005年衆院選の際は、投票終了時刻の20時を迎えた同時に、六本木ヒルズのテレビ朝日社屋外観を使用し、出口調査から分析した、獲得予想議席数を発表した。また、与党の議席割合が、焦点になった2014年衆院選と2016年参院選では、議席予測を色づき T シャツの人数で表現した。2019年参院選の際は、当時同局で放送中だった、世界水泳のパロディとして、格闘投手を模した CG キャラクターが競泳をする、アニメーションを使用して出口調査の発表を行った。以下の情報は、すべて、選挙ステーション2021のもの。星印は、テレビ朝日アナウンサー。出口調査が取り入れられて、投票終了前から放送するようになり、投票終了までの時間を使った。各局女性アナウンサーによる中継リレーが始まった。南から沖縄県で始まり、近畿広域圏、札幌市、東京都の順で放送する。2005年9月11日の放送では、投票終了3分前からの放送だったために、中継に当てる時間がなくなり、これ以降、中継リレーは廃止された。各局リポーターは以下の通り。なお、沖縄担当の宮城さつきは、琉球朝日放送が開局して、初めて関わった1996年10月20日以来、唯一交代することなく出演した。番組の一部を、地元選挙区の開票速報に差し替えて放送。ありがとうございます。